歌丸さんと町山さんのバトルって聞いた、うん、聞いてない、うん、ああ分かった、あれハートロッカーの映画表の、そうそうそう、ハートロッカーの映画表を歌丸さんが、はいはい、シネマハスラーでタマフルで話したら、はいはい、それは間違ってるっていうふうに町山さんがツイッターで書いて、うん、じゃあゲストに来て放課後ポッドキャストで話してくださいって言って、はい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 、1時間半歌間さんがほぼ、うん、説教されるぐらいのモードになって異常な緊張感になったっていう、面白かったんだけど、うん、うん、ごちゃんはあれですか、聞いてどうやったんですか、それは。いや、いろんな意味で面白かったよ、うん、そのなんだっけ、俺の本の帯で前にリリーさんに帯頼んだら、うん、吉田豪に睨まれたら生きた心地がしないって書かれたけど、はいはい、これ町山さんにふさわしいよなって思った。まあまあまあ、町山さんは本当にね、うん、うん、町山さんのロックした相手に対する攻撃力の高さは尋常じゃないね。なるほど。で、いや本当に思ったのが、うん、あれなんだよね、歌丸さんの不機嫌な時の声のトーンがあまりにも出すぎるのも問題で。あ、そうなんですか。1時間半それが続くから途中で、うん、はいはいはいそうか、あ、そうっすか、はいみたいなことで、これがだからね、ピエール滝さんの騒動の時もそうだけど、はいはい、普段腰が低いモードでやってる人が、うん、機嫌悪いの思いっきり出ちゃうから、はいはい、それがスイッチ入るきっかけでもないんじゃないかとはすごい思った。それはスイッチっていうのは相手方に対してもっていう、それははいはい、そんなに後半すごい面白いよ。歌丸さんのリアクションが本当にひどくて、まあ、歌丸さんっていうともうなんか、ね、ラジオとか聞いてても、うん、なんかもう、ああもうなんとかさすがさすがもう丁寧な、さすが町山さん、うわすごいみたいにはならないから、うん、ああならないの、まあ、放送後っていうのがあって、はいはい、放送後で疲れ果ててるのもあるんだろうけど、うん、な基本的にあと、まあ、町山さんはほらね、ほら自分の主張をまず述べる人だから、まあでもだって映画表っていうことですから、もう町山さんとしてはもう本当に、うん、ね、うん、ほんと主戦場というか、うん、もう本当にそれしかも、まあ、ハトロッカーって、うん、まあでも何だろうな、何が違うかってすごい思ったんだけど、町山さんは本当にほらいろいろ見た映画を見た結果として、うん、自分が大好きなものであったりとか、うん、好きじゃないけどもすごい思い出を持って語れるものを語る人じゃない、なるほど、でほらで歌間さんほら結局サイコロで出た目で語らなきゃいけないから、好きとか嫌いのが、好きとか嫌いじゃなくて思い出が持てないものも語らなきゃいけないわけじゃない、まあ、その差だよね、決してね、なるほどなるほど、ね、映画にそこまでのめり込めなかった人が、うん、で特に今回 ね、政治的にもデリケートな問題だから、歌間さんがものすごい気を使った、各方位に気を使った感じの客観的な表をしたけれども、なるほど、いやお前はどう見たんだっていうのを町山さんは聞こうとしたわけでっていう、なるほど、うん、っていう異常なスリリングな、うんうん、ポッドキャストでね、なるほど、面白いですよね、うん、でもすごいですよね、でもそういうのが直ででもそういうふうに、ん、その意見というかですね、うん、議論できるっていうのも、うん、今ならではですよね、だって内山さんアメリカにいるのに、そうそうそう、この短期間の間にそういうことができるっていうことですよね、うん、まあ、ツイッターはそのまま企画になってて、うんうんうん、すごい、うんうん、でそう、今日もまだ内山さんがずっとその辺のね、なんか言い切れなかったこととかをいろいろ語っていて、すごい面白いんだけど、うんうん、その映画表とは何かみたいな、あ、なるほど、うん、結局なんか、まあ、結局映画の裏側にあるものを読み解くっていうのが、そうだね、町山さんは本当その監督が考えてることとかを読み解く側で、で、ね、歌間さんは映画から何を読み解める、はいはいはい、かみたいな人っていうような一脚点の違いがあるんだけど、うん、うんうんうん、ああ面白いねとはすごい思って、面白いけれども、ああ本当にね、うん、町山さんのなんかそういう、 そういうところデリケートゾーンに踏み込むのは怖いなと思って、なるほどなるほど、この後引き続き吉田豪のハートロッカー評が聞けるんですよね、うん、映画評とか本当したくないよねだまあただ本当に、うん、まあ、豪ちゃんはどういうふうに思ったんですか、ハートロッカー見てもいないよ見てもいないし知りもしない、ね、映画とか本当語りたくないね、あ、本当ですか、うん、豪ちゃんを語れる映画って何ですか、ちなみに、極力語らないし映画の内容はなるべく語ろうとしないもんな、うんうん、なるほど、なんだろう、うん、パンツの穴とかそんなに好きな俺でもないしね、うん、俺の映画語らなさったらすごいよね、うん、あんまり聞いたことないですよね、うん、なんかこの映画見てきたみたいな話も、うん、アイドル映画ですらなんかこんなの見てきたって話も聞かないような気が、見てはいるけどもそんなに思い出もないっていうか、うん、時かけそんなに語るほど思い出もない人かな、うんうん、確かに、うん、映画じゃないんだよな、うんうんうん、まあ、アニメはあるけれどもアニメもね、うん、イデアオンとかはね、まあ、うん、結構いろいろとね、うん、語れたり、そう、必殺見に行ってたけどそんなに大好きだっつったらっていう話でしょ、あら、うん、そんなにね、もういかに好きでって話すほどではないっていうか、うんうん、当然大好きで見てたけれども、うん、っ
なるほどなるほど、うん、もっとまあ優先順位的にはっていうことですよね、うん、そうか。でもその町山さん の,、うん、あの作者にいろいろなんだっけな、これはこういうことじゃないんですかみたいに聞いて、作者も全然気づいててなかったようなことで、うん、にお互い気づけて盛り上がったりするのが嬉しいみたいなことを今日書いてて、あ、なるほど、あ、なんか話してるうちにだんだん本人も気づくみたいなことが、はいはいはい、まあ、作者というか表現したいと思っていなかったことが、うん、そうそうそう、評価というか評論家に読み解かれるっていうことですよね、うんうんうん、なるほどなるほど。ただまあそれも向いてる人向いてない人がいると、本当インタビューって答えがないじゃない、うん、あのこの人にはこれが向いてるみたいなものは全然答えのないもので、うん。